花井くんの秋田で相席してみたいところ教えてください。湯沢市の親栖郷に相席してみたいです。まあ、今のシーズン和田さんも取れたて内で行っていたんですが、まあ、紅葉が見頃なのでちょっと行ってみたいですね。あ、もうちょっとでね秋田は色づく感じですかね。色づきマックスって感じかな。和田さん曰く親栖郷は11月中頃まで紅葉が見られるみたいなので、そのまでに行けたらなと思ってます。相席食堂2週連続秋田ロケ会、19日はサンシャイン池崎が小鹿市、26日は渡辺陽一が横手市。ちょっと待って、日曜見てね。